て、めっちゃ寒いなとはならんかったです。まだ良かった。私ね、絶対寒さに強いと思うんですよね。ちょっと首が詰まってしんどかったですね。こんばんは。 T シャツの柄いいね。本当ですか。これ結構ね、生地が薄くて、だからね、すごいごついのを今日羽織ってたんですけど、昼はもうめちゃめちゃ暑くて、そう、これ一枚で過ごしました。こんばんは。ちょっとね、机の身の回りを整理しながら、こんばんは。今日はアンピーの生誕祭でした。ね、昼めっちゃ暑かった。もう全然、なんなら半袖でいいんじゃないかって。やっぱこの時期の服装って難しいですね。足元わさびですかって。そう、足元はわさびです。こんばんは。ジーナスさん、初見ありがとうございます。こんばんは。公演配信で見てましたって、ありがとう。靴下わさび。最近皆さん、メールに気づきはあるでしょうか。メールを最近少し変えてみたんですよ。メールの書き方を。どうですか、わかります？なんか前と比べて、前から撮ってくださってる方わかるでしょうか。変えてみたんだけど、わかります？タイトル、まあそうね、タイトルも変わったけど、内容が、そう、これはもう正解を言うと、まあ別になんかあんま分かんないと思うんですけどなんか今までは結構なんかちょっとかしこまったというか、一応ファンの方に向けてみたいな感じのメールを送る感じだったんですよ。なんか、こんばんは、今日も一日お疲れ様ですみたいな、今日は何々ですねみたいな、明日も一日頑張りましょう、おやすみなさいみたいな、そういう定型文的な感じになっててたと思うんですけど、最近はなんかね、そう、やっぱメールはやっぱちょっと素を出していこうと思いまして、私の、そう、メールはね、素を出していこうと思って、もう本当に、もう本当に家族とか友達とかに送るような感じで送ろうと思って、だからもうしょうもないことでも送ってみようって思って、もう本当にめちゃくちゃもうどうでもいいようなことを送ってますあ、そうそうそう、フレンドリーにね。そう、なんか今までは結構ちょっとかしこまってたんですけど、まあメールだし、メールって普段メールしてる時どうやってるかなって考えて、そう、普段メールしてる時ってどんな感じかなと思って、そのまま送ればいいかと思って、家族とか、そう、メンバーとか友達にこう送るような感じの感覚でもう送ってます。だからしょうもないことがいっぱい来ると思うんですけれども、そうなんです。まあね、長ったらしいことは、まあ、ショールームでも言えるし、ツイッターの ALT みたいなところでも長いところは言えるし、なんかもうメールだから、うん、
メールだからもう気楽に行こうっていうことでやってみましてるんですけどやってみましてるんですけど、どうですかね皆さん。うん、嬉しいって本当。そう、なんか私もね、なんかあとね、タイトルもなんかいつも決める、なんか決めてたんですけど、そうなんか思ったんですよ、なんかタイトルも全部考えとったけど全部ゆら歌にすることによって、あのこうみんなのさ、自分のメールボックスを見た時にどれがさ、ゆらが送ったメールかわかるじゃないですか。そうタイトル全部ゆら歌で統一した方がなんか後からもしかしたら遡ってくれるかもしれないから、そうなった時にどれが私のメールかわかるかなと思ってやってみてます。全部ゆら歌にしてみてるよ。ゆらちゃんしか撮ってない。え、本当？え、でもなんかさ、普通になんかなんか来るメールと一緒にならない？あれって普通のメールと一緒に入ってない？モバメとかも一緒に。モバメはまた別なの？え、別なの？ちょっとよくわかんないんですけど私。あ、自動でフォルダに仕分けられる設定。あ、そうなんだ。そうなんだね。まあでも、そう、タイトルは、ちょっと一応、ゆら歌で、もうちょっとやろうかなと思っております。飽きるまでは。飽きるまで。ゆラーメンじゃないんだね。そう。いつもね、ゆラーメンだったらちょっと胃もたれしちゃうので、一応、ゆら歌にしておりますよ。フォルダー分けれるんだ、すごっ、それ知らなかったわ。まあでもなんかゆら歌の方がやりやすいからそれにするね。今日はね、花だれ公園、花だれ公園自体が2回目で、もう本当に初日の気分でした。本当に瞬時な気分だった。胃もたれに笑ってしまいました。そうよ、みんなのちゃんとね、体調の面を考えて私はやってるんですよ。僕の推しメンはまぜそば、名古屋の B 級グルメだって。マジそば、なんで初日の気持ちだった。え、なんか結構メンバーはもう何回も出てるんですよ。結構私ずもう9月以来出てなくて、みんなは結構出てて、そう今日2回目なんだよねって言ったらめっちゃびっくりされて、いろんな人に、え、もっと出てるかと思ってたって言われたけど、そう2回目で、そうだから大丈夫かなって、ちょっと結構もう2ヶ月前の記憶ってちょっとあやふやになるじゃないですか。だからめっちゃ緊張しました。まあけど始まればね、終わりも来るんで、こうやって終わりも来てます。朝はねすごい不安だったけどね、こうしてね終わりも来てるんですよ。はい、なので皆さん緊張することとかねあっても終わりが来るので、そういう気持ちでね頑張りましょう。よく乗り越えたね、お疲れ、偉いよって、ありがとう、優しい。まあ今日はそんなところでございます。みんなのね、最近のね
なんか近況ありますか？私からはあんまりないんですけど。ステージ前からフォーメーションと、そうなんよね。なんか毎回結構会場が違うから何番とか毎回変わるんですよ。だから大変なんだよね。覚えてきても変わったりするから、そのステージの広さによって。そうなのよ。アンピーさんとの思い出どうぞ。アンピーさんとの思い出は、あのアンピーのちょうど誕生日当日の0時にアンピーの部屋に行って、最近フェス出たメンバーでね、0時の時に部屋に行ってお祝いできました。20歳を。思い出。でも私がその時にあのニンニクマシマシの二郎系ラーメンをそう頼んでて、それをあの持ってたままアンピーの部屋に行ったので、アンピーのお部屋がニンニク臭くなって、アンピーの部屋を臭くしてしまったっていう反省がありますね。はい、非常に申し訳ない。ラーメンを納豆にハマってますって。あのさ、あれだよね、私も蒙古タンメンに入れるのは好きなんだけど、他のラーメンに入れたことがない。他のなんかあのラーメンに入れたことはなくて、だからどんな感じか分かんないけど、美味しいんですか？そうだよ、アンピーももう20歳ですよ。びっくり。だって入った時何歳？入った時は高校2年生なんですよ。高校2年生だから、今と今のしーちゃんと同い年入ったのが多分。だからね、本当に時代の流れを感じます。今はアンピーとかミホリンとかリンコの代が20歳に なって、次は来年は私とかソラハさんとかユナユナココアさんの代が20歳の代です。ふう、そう、1個上なのアンピーとかそこら辺が。ラジオで言ってたから納豆を乗せたらまろやかなとハマりました。本当？普通のなんか別に辛くないラーメンに入れても美味しいの？私早く本当に20歳になりたくて、なんかもう19歳飛ばしてもいいなって思ってるんですけど、いや10代を大事なしなさいって言われるんですけど、それ言ったらね、よく。いやでも私は本当に早く早く20歳になりたいです。うちの娘もゆら世代、2003年4年世代かな。ひらちゃんやっと明日病院から退院できる、お疲れ様。そうラスト10代ね、ちょっとなんかあんまりラスト10代と言われましてもって感じ。私からしたら年齢変わってあげて、マジで変わりたいかもしれない、もはや。ちなみに俺の弟がゆらと同い年、俺はサイアンと同じで、ああそうなんだ。じゃあちょいと離れてるかな。最後の方納豆がそこに溜まる、めっちゃわかる。なんかね、悲しいよね、全部食べたいってなる。いや本当に、まあ、なんか久々のなんかこういう16人公演だったな、個人的、個人的久々16人公演でした。
早く二十歳になりたいよって思いながら生きてます。ケバンタワールはステージから2階もよく見えてますか？2階はね、なんかね、正直ね、顔は見えないかも。特にゲバントの、私はね、個人的にはゲバントは1階席の奥らへんも結構あんまり顔見えないかもしれない。なんかペンライトで気づくって感じかも。ペンライトで気づく。二十歳になったら何したいのって。二十歳になったらお酒が飲みたいですなんか私ね、なんかわかんないんですけど、なんか結構ね、多分ね、強いんですよね、多分お酒わかんないんですけど、よく言われるんですよね、親戚とかにも。親戚にも言われるし、会った人にも、なんか、エケちゃん何歳なのって言われて、あ、18ですって言ったら、あ、じゃあまだお酒飲めないんだねって言われて、いや、でも絶対強そうって言われるんですよ、絶対に、会った人に。そう、あ、まだ飲めないんだね、でも絶対強そうって言われるから、なんかね、そう、なんとなくだと思う、多分なんとなくだと思うけど、そう言われるんですよね。私がよく言われる、あの、あれは、なんだっけ、そう、お酒が強そうって、まだ18歳なのにお酒が強そうって言われるのと、あと男の子を将来産みそうって言われます。絶対イケちゃんは男の子を産むってなんかね、よく断言される。イケちゃんは絶対男の子を産むと思うって。ご両親は強いんって。でもね、別にそんなめっちゃお酒好きではないけど、飲めるっちゃ飲めるって感じです。親はあの、そんなめっちゃ毎日お酒飲むとかじゃないけど、飲むってなったらめっちゃ強い、割とって感じですね。うん、なんとなくわかるって。そうなんよ、よく言われます。ゆらは3人ぐらい産みそう。え、本当？私はね、2人を希望している。将来、そう、2人を希望しているんですよ。まあ、すぐ真っ赤になりそう。そして気が強いから男を見る。え、気が強い人って男の子産むの？わからない。私って気が強いのかな。ね、気が強いって何？気が強い人って何？でもよく本当に、なんか今はあんまり出てないんだけど、なんかそう、本当に負けず嫌いだよねって昔は言われてたので、負けず嫌いが気が強そうってことなのかな、わからんけど。いけちゃん確かに先に強そうってえ、そう、私もわかんないけど、でも炭酸が好きなんですよ。炭酸飲料がすごい好きだから、炭酸が好きな人はなんか、そう、炭酸が好きな人はお酒もみたいなことをよく聞くので、だから、そう、もしかしたらね、そう、わからないよ、将来さ、どうする、私がお酒キャラみたいになってたらどうする、二十歳になってお酒キャラになってたら。でもなんか前あったよね、 STU チャンネルでお酒飲む、なんかあれ、お酒飲む企画みたいなのありましたよね、あの大人面が。うん、気が強い人イコール街で誘ってくる変な人に言い返す。あ、そう、私言い返しましたよ、さ、最近そういうこと？わからない、そういうことなのかな。そう、言い返すというか、私はそう、なんか変な絡み方をされたので、こっちも変な返答をしました。うん、炭酸大好きだけどお酒全く飲めない。そういう人もいるの？じゃあ私もそうなるかな、ワンちゃん。
あ、そうそう、24時間生配信の時に大人麺が飲んでました。少しなら飲んでもいいんじゃないって。いや、ダメですよ、ダメですよ、法律で決まっているので。そうだよ、あとね、あと2年、あと2年でも2年でもないんですよ。2月だから、誕生日が11月でしょ今、12、12、あと1年3ヶ月15ヶ月後15ヶ月後に飲めますね、多分。合ってる？計算わからない。そう、そう、矢野さんと私も20歳になったら一緒にお酒を飲みたいな。こんばんは、ゆらちゃん。今年一番のラーメンってありますか？私はもう蒙古タンメン一筋です、なんですけど、最近は一蘭も大好きです。蒙古タンメンも大好きですけども、一蘭も大好きです。一蘭マジでいい。ちょっと前に一人で行きました、一蘭。すごくない？一人ですっぴんのボサボサで一蘭に行きました。うん、でも一蘭はこう一人でちゃんと壁があるし、店員さんにも見られないし、もう超最高です。一蘭寂しくないですか？楽しいよ、楽しい、美味しかったし。一人一蘭、地味に一人ラーメンしたいって思ってたけど全然してたわ。一人一蘭だって2回目だもん私。ジャズのジャズライブの日、一蘭すごく混んでた。マジ私ね、3時とかに行ったんですよ確か。なんか変な時間に行って全然人いなかった。私しかいなかったもん、横見たら。一瞬、一蘭は一人の女の子多いんです。そうなんだ。家でラーメン食べるとき、食べ終わったスープにご飯入れておじやにしてたもん。わかる、美味しいよね。最近はやってないけれども最高。スープ残すのもったいないと思っちゃうよね。買い玉したって、買い玉したよ、買い玉したよ。うん、なんか謎に大食い精神というか、なんか一人で大食い企画やってるみたいな気持ちになって、めっちゃなんか何玉、3玉とか買い玉した気がする。写真撮ろうとしたんだけど、なんかもう、あ、じゃあこれもう、もらいますねって言われて、写真撮りたかったけど、あーって言えなくて、もう下げられちゃったお皿。そう、本当は写真撮ろうとしたんだけど。いつかみんなに私の何、味濃いめとかそういうのを何丸してるか送ってみたい。みんなに、二十歳になったらラーメンでビール飲んでそう。待って、もう太る未来しか見えないよ、これ以上太って。もうやばい、本当にこんなに食に狂わされるなんてってなる。サンタもなかなかよって、本当。でももともと一杯、もともと1杯来てるじゃん。そっから3回替え玉したから実質4玉食べてることになるんですよ。怖い。ケバントホールの1階にある新しくできたカフェのコーヒーが美味しかったよね。行ってみたい。ラーメンと餃子、最高よね。缶ビール似合いそうって。ちょっと本当に早く二十歳になってさ、なんか企画やってみたい。なんかみんなとオンライン飲み会みたいなやってみたいな。早く二十歳になりたいんです。それまで私はメロンジュースやコーラで
コーラ、ジンジャーエールなどで楽しみたいと思います。最近のゆらちゃんの配信、ほのちゃんの感じがするのは自分だけ。え、どういうこと、本当に どういうところがどういうところがだろう。矢野さんの配信私大好きだから嬉しいよ。メニューあれば体感ゆらちゃんできる。そうね、確かに。あのメモの紙ちょっと写真撮って送りたいですね、いつか。ヨンタもえぐいって。そうね、そうなんよね。なんか一覧目の量私もなんかちょっと少ない気がする。イブニングストリーム毎週聞いてます、今のところ。ありがとう。ほのたんの配信夜だとなんか食べてたねって。本当、確かに私も矢野さんの食べる配信好きだった。パルコの近くにラーメンとシューマイの店ができた。え、何それ、やば、調べよう。ありがとう情報。僕は基本ヤマメ。あ、そうなんだ。麺は私はいつも基本にしてると思います。なんか前一回片面ちょい片みたいなやつにしたんだけど、私はやっぱ普通の方がいいなと思って、普通のラーメンにしました。私ちょっと太麺の方が好きなんだけど、でも一蘭のラーメン結構細麺じゃないですか、割と。だから食べたんですけど、でも細麺も美味しくて、細麺の美味しさにも気づいた、気づけた。うん、焼き火劇場の近くの、なんて読むんだろう、なんて読むんだろう、風流あってんのかな、分からん。替え玉2個まで無料で食べて2個まで無料、天才じゃん、天才じゃん。ちゃんぽん麺、ちゃんぽん麺ってあんま食べたことないな。風流、キクラゲトッピングぜひして、キクラゲトッピングしてない、私な、何もトッピングしてないですね。私は何にしたっけ、麺は基本にして、ニンニクもその日は基本にしたと思います。で何にしたっけな、あと何ていうコーナーがある、白ネギ青ネギ、白ネギ青ネギどっちにしたっけ、なんかもうもともと丸がついてるやつにしました。あと何があったっけ、何っていう質問があったかちょっと忘れちゃった。あ、チャーシューはありです、もちろんね、チャーシューはあり。一蘭美味しいよね。私ね、深夜ラーメン行ってみたいんよ。なんかもう本当に深夜にラーメン屋さん行ってラーメン食べたい。初見タジさんありがとうございます、誕生日やってください、おめでございます。何歳ですか教えてください。これって向井地美音さんのアバターじゃない、違うかな、合ってる。広島に行くといつもジョジョ園に行くぞと思うのですが、前まで行っておじけづいてしまいます。え、でも私もジョジョ園1回しか行ったことないんですよ。しかもそう、1回しか行ったことなくて、しかもなんかその日全然食べれなくて、なぜか食べれない日で、中学生ぐらいの時だったと思うんですけど、そう連れてってもらったのに、やっと行きたかった、ジョジョ園に行けると思って行ったのに、なんか全然食べれなくて何かすごいその時期考えてて、頭の中でそのことで頭がいっぱいで胸がいっぱいで食べれなかったっていう記憶があるけど、その時何を考えてたかを忘れました。バリカタ派ですって、え、バリカタってもうパリパリなんやないん、違うん。深夜しかやってない店もいい、え、そう深夜ラーメン行きたいんよ。飲んで終電逃せば強制的に深夜ラーメンコースに突入しますよ。え、めっちゃ最高、私もそんな大人生活やってみたい。あー終電逃しちゃったとか言って
飲み会の帰りに屋台のラーメンとか最高だったな、コロナ前。うわ最高。私もそう、なんかそういうね、私ね、なんかやつやってみたいんよ。そういうやつやってみたい。二郎系って一度言ってみて。私も二郎系ラーメンの何ですか、店舗には行ったことなくて、だから行ってみたいんだよね。でもすごいなんか二郎系ラーメンってめっちゃ人気じゃない？なんかすごい並んでるの見たよ前、新宿かどこかで。ほとんど茹でない粉、粉落としっていうのもある。え、初めて知った、やば、どういうこと。好きな人がいるんだろうね。でもイケアンって中身何気質だ、どうだった。ジロ系食べ、全部食べれる自信ないっすって。え、私もなんか最近ニンニクマシマシを頼んだんだけど、ニンニクマシマシはねなんか食べたら美味しいんだけど、なんかここまで近づいたらめっちゃちょっとね匂いがきつくて、そうすごいなって思った。食べたらね美味しいんだけど、近づいた時の匂いが結構やばくて。しかもその日ね頼んだ時にセンちゃん、リスセンちゃんの部屋で食べてたんよ。だからリスセンちゃんの部屋めっちゃ臭くなって、本当にごめんねって。次の日まで匂い残ってたらしくて、マジで申し訳なかった。イケアンって中身おっさん気質。え、そうよ、私マジでおっさんよ本当に。私とおっさん住んでるんよほんまに。私ってそうなんよ。喉にも、喉にもたまにおっさん住んでるし、なんかそう、なんか食とかもおっさんなのよ。全然可愛いもの好きじゃない、食べ物本当に。全く否定しないよちゃん。そうよ、もう人で否定できん。うん、なんなら自分がおっさんだということに対して誇らしく思ってるからね。だってこんなに美味しいんだもんみたいな感じで。うん、あと今日はそう嬉しかったことがあって、ちょっと全然話変わるんですけど、音響の方になんか今日のユニットの、そして人は無力と思い知るのが、私と愛子寺とあずみんだったんですよ。で3人でやったんですけど、なんかすごい3人のバランスがすごい良かったって言われて、めちゃくちゃ嬉しかった。こんばんは、今日も公演あざました。お、あざました。こうやってやっていつもお見送りやってるの分かります？ちゃんとそうバランスが良かったって言われて、なんか声もなんかこう喧嘩してないし、なんかこう力、いい意味で力が抜けた感じで良かったって言ってもらえて嬉しかった、嬉しかった。わかります、感謝感謝ですよって。え、そうだよ、いつもこうやってやってるんだからさ、 もっとさなんか反応してよ、なんかあーみたいな反応してくれないかい。うん。また公園行きたいなって、ぜひ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 来てください。なんかね今日ね、ファンの方でね、ファンの方が帰る時のお見送りがあるじゃないですか。お見送りでなんかあるファンの方にがこう、まあいろいろこうやって取りすがっていって、一人のファンの方がなんかウインクしたんですよ。ウインクしててファンの方が、でえ、めっちゃアイドル力高いと思って、なんか私もなんかアイドルの身として本当になんか負けた気がして、その方に。その方は普通にまあ、おじ系の方なんですけど、そうなんかウインクされてて、でしかもそれがめっちゃ可愛くて、なんかアイドルの立場なのにその
ファンの方の方がなんかアイドルに見えてなんかえみたいな負けた気持ちになって私も頑張らなきゃなって思いました。そうウインクしててねすごいおおと思いました。うん、よく良かったですよ。嬉しい。まだ薄いですか？もっと振り切るか。そうだよ。マジで。そう反応薄い。薄い。薄い中華。そう。両面、うん？両面ウィンクになる？そう、私が釣られそうになっちゃったよ。本当に。私が釣られそうになりましたよ。心の中では割としっかり嬉しかった。ダメよ、ちゃんとねやっぱ表情に出して、そうウィンクし返したって。いや私にはその力がなかった。なんかちょっと通り過ぎた時にウィンクしててそれを見てわーおなんて可愛いんだと思いました。わあなんて可愛いんだって思いましたよ。あもう51分だった。12時までやろうか。じゃあキリがいいところまでやりましょう。なんかさ一つくくり最近やったけどなんか全然似合わなくて、なんかめっちゃ可愛くしていただいたのに全然似合わなくて自分が申し訳ない気持ちになりました。はい、ごめんなさい。違うんですよ、これはねあの眠たいっていうのじゃなくて自然現象なんですよ。これは自然現象。そう私おっさんなの、やばいよね。今週末対バンあるから見送りはしないはないかもだけどもう少し濃いめでいきます。そうお願いします。スタジオ楽しみ、イエーイ。楽しみ楽しみ、ワク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 、うー、タタタラタンタタ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 ン、トトトルトトトトトトルルトト、まあそんなところで終わりますね。そろそろ何分ですか今？ん ？53 分。なんかねこの時計あんまり見えないんですよね。もうこんぐらい傾けなきゃ見えない。53分。ヘアアレンジみんなどんなのが見たいですか？なんかね私よくねこの外羽みたいなのしたらよく褒めてもらえるんだよね。みんなは何がいい？どんなヘアアレンジが見たい？ちょっとうちの妹もよかった。ありがとう、嬉しい。とても好きな曲ですよ。ちょっとじゃあメモるわ。今から何がいいですか？ちょっとメモっとこう参考にさせていただくわ。あの対バンライブでみんな対バンライブ来てください、待ってます。はあ、何がいい？一つ縛り似合わなかったんだよね。まあ、一応書いとこ。一つ縛り編み込み何がいいですか？何かあります？お団子？お団子できないんだよ長さ的に。逆に絶対逆に普段絶対やらない髪型、絶対やれない髪型って言われたら分かんないけど、なんか私あれやってみたいんだよね、リンゴヘア。なんか知ってる？リンゴヘアってみんなロングなのでストレートも良きです。
絶対ロン毛じゃないよ私。まあ一応書いとくね。そう、この変な画角にするわ。ストレート、そう、なんかね、なんて言ったらいいんだ、なんかね、私ね多分ね、リンゴヘアやったらね本当のリンゴになるんよ多分。顔真っ赤になるから、ほんまのリンゴになるよこれ。こんなやつリンゴヘアって知ってる？こんなやつないよ。あ、でもまだ全然許容範囲かもしれん、この髪型は。私がやってもどうですか、こんなやつこんなやつだよ。マジでリンゴになるからね本当に。こんなやつです、リンゴヘアというのは。どうですか、ちょっとリンゴヘアどっちかやるかも、なんかやったことないから。一応まあ書いとこう、自分のあれでリンゴヘア。編み込みね、編み込みがあるような髪型ね。ラーメンマンにならないけどね、確かに。で逆にラーメンマンになりたいけどね。全力で走ってた時、たたたたたた。ピクミンみたいな部屋、確かに。ピクミン。やべえ、57分。もうこの時ほんまに見えん、57が1に見える。終わる。甘栗クリちゃん、キラキラバラ、タクニーさんお疲れ、10個、ケニくんさん神ありがとう。甘栗クリちゃんってマジでもう久々に聞きましたよ、最近公園で見てびっくりしましたよ本当に。そうだよ、時計の電池か、電池がないんかねこれ、色が薄いのは電池がないのか。でもねこうやって傾けたらね、こうやって傾けたら別にないよ。なんなんこれ、電池がないの、わからない。でも私ね、電池がないものも電池変える変えるって言って3年ぐらい変えない人だからね、ダメな気がする。昼よりで胎盤衣装違うもんね、髪型変えるチャンス地味に。そうよ、髪型私変えたい、変えたいんだけど時間があればね変えたいなと思ってる。やべえ、58分だから終わるわ。これ電池のせいなの、マジか。あったかいお風呂使って痩せとって、あ疲れとってねって、ありがとう、みんなもだよ、みんなも疲れとってね。っていうかね、なんか私ね、右目のまつげはねまあまあ長いんだけどね、左のまつげのねここら辺がね一回ごっそり抜けたからね、まだね右目についていけてないんですよ。それがちょっとめっちゃ嫌な、こっちは別にいいんだけど、こっちのまつげが短いの分かります？これは育成しなきゃいけない。はい、じゃあ終わります。ランキング読む。13位、ドラゴンシャークさん。12位、つよぽんさん。11位、ムーメリーさん。10位、タロさん。9位、チョウちゃんさん。8位、ハリュさん。7位、ノリさん。6位、スーさん。5位、ホリエモンさん。4位、原田さん。3位、てっちゃんさん。2位、松さん。そして1位はトロロロトーン、たくにーさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もたくにーさんはいけてるよ、ありがとう。今日はね公演来てくれて最前列だったよね、しかもありがとうございました。君のことは出さしましたよ、絶対忘れないよ。みんなおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、じゃあねー、バーイバーイ、おやすみなさいみんな、バイバーイ。